성경을보면우리인생을안개와같다고하셨는데皆さん聖書を見ると私たちの人の人生は霧のようなものだと書いてあります。안개같은인생을살면서우리어떻게살아야될까霧のような私たちの人生どう生きればいいんでしょうか오늘내일두차례걸쳐서말씀을전하겠습니다今日と明日2日間にかかってかけてメッセージを語りたいと思います여러분우리들의인생가운데서일어나는크고작은일은예고가없는것같습니다皆さん私たちの人生に大きい小さい出来事が起こるんですがそのことには予告なしにやってきます느닷없이한순간에일어나죠一瞬で起きてしまう実験があります예고가있으면준비라도할텐데予告があれば備えればいいんですけれども준비없이 예고없이느닷없이한순간에어떤일을당하던가어떤일을해버리거나予告なしに一瞬で起きてしまって私たちはあるいはやられてしまったりあるいは何かをミスを犯してしまったりします얼마전에한글을읽었습니다先日ある文章を読んだんですね교통사고를당한어린아이의아버지가쓴글이었습니다交通事故にあったあの子供のお父さんが書いた文章でした초등학교5학년된아이입니다小学5年生の子供です딸이예쁘게아빠와아침에인사를하고학교를가고있었는데小学5年生の娘だったんですね朝お父さんと挨拶をして学校に行ったんですね등교길에서느닷없이트럭이그아이를쳐왔어요登校中にトラックにはねられてしまったんです그리고그아버지는그현장에달려갔고そしてその事故現場にお父さんが駆けつけました그리고그사람은5년동안그자기딸이교통사고당했던그현장이머리에서지워지지가않았어요そのお父さんが5年間にわたってその交通現場にやられたその娘のことが頭から消えることがありませんでした정상적으로생활할수가없었어요まあ正常に生活ができないほどでした하던일도그만뒀어야했습니다仕事も辞めてしまったんです그리고3년이지나고5년이지났어요それで3年が過ぎ5年が過ぎてやっと마음을잡고글을썼습니다5年が経ってからやっと心を落ち着かせて書いた文章でしたいい글을읽고너무마음이아팠어요その文章を読んでとっても心が痛んだんですねいい글을여러분들에게좀소개할까합니다そのお父さんが書いた文章を手記を皆さんに紹介したいと思います일본어로된글입니다実はこれ日本語なんですね그래서오늘은智恵さんに読んでいただきたいと思います그래서이제智恵さんに読んでいただきます交通事故なんてなくなればいいのに俳優風見慎吾ガタンガタンとけたたましい音を立てながらエミルを乗せたストレッチャーとともに僕たち夫婦は転がるように救急車へ乗り込んだエミルはうっすらと目を開けていたがその瞳は血で真っ赤だったエミルは僕たちにとってかけがえのない大事な娘だ11歳になる誕生日の1ヶ月前通学途中青信号の横断歩道を渡っている時通行禁止のはずのスクールゾーンから飛び出してきたトラックにひかれその下敷きとなった僕たちが駆けつけた時エミルはまだトラックの下だった後輪の間から真逆に折れてひしゃげた足が見えていた僕は必死でトラックを持ち上げようとした妻はまだエンジンがかかったままのトラックの下に飛び込んで我が娘を救い出そうとしていたすぐに助けてやるからな頑張れエミル頑張れこの世にも地獄があるのならば今この現場がまさにそうだと感じたトラックの下から出てきたエミルはものすごく壊されていた頭も頬も胸も腰も足もみんな壊れていたけれどエミルはまだ生きていた救急車の中でも運び込まれた ICU の中でも潰された小さな体でそれでも懸命に生きようとしていた最後の最後まで
僕たち夫婦の子供であり続けようと頑張ってくれた。エミルは死にたくなんてなかったんだ。ずっとずっと一緒にいたかった。その時僕は心から神様に願った。代わりに私の命を差し上げます。だからどうかあの子の命だけは。僕の命ではダメですか？1時間半後、エミルはたった一人で天国へと旅立った。エミルの棺は、それは小さなもので、その中に硬くて軽くなったエミルが納められ、蓋が閉じられた時、僕たち家族の心は潰され砕け散った。あの日、いつもの笑顔で行ってきますの言葉を残して、エミルは突然この世から消えた。救急車の中で最後に見つめたあの真っ赤に染まった瞳、ぎゅっと握りしめたまだ柔らかかった手のぬくもり、一生忘れることはない。そして思う、なぜエミルが死ななければいけなかったのか。こんな犠牲がこれからもまだまだ続くのか。一瞬でズタズタに引き裂かれたエミルのランドセルから、交通事故なんてなくなればいいのに、そんな声が聞こえてくる気がしてなりません。아까도말씀드렸지만그가정에서그날이런일이내딸에게이런일이일어날거라고상상해도했겠습니까先ほども言ったように、その家族に自分の家族にこんなことが起きるなんて想像できたんでしょうか。아무런예고없이다가온이사고予告なしに起きてしまった事故だったんです。우리인생에는크고작은일들이예고없이そうです。私たちの人生には大きい小さいその出来事が事件が予告なしにやってきます。우리는어떻게보면한치앞도못보는그런상태에서그냥매일매일을순간순간을살아가고있는것이죠。ある意味で私たちは一瞬先も知らずにして毎日を生きているのではないでしょうか。地震도그렇지않습니까。地震もそうです。예고없이흔들립니다。予告なしに揺れてしまいます。산사태예고없이그냥무너져서집을덮쳤습니다。山崩れもそうです。土砂崩れもいきなり家に襲ってかけてきます。항공기의추락사고들、空港機の墜落もそうです。각종교통사고들、さまざまな交通事故、예고가없습니다。予告なしです。느닷없이뇌졸중으로쓰러졌습니다。いきなり脳卒で倒れてしまったり。감기는예고하는가요。자가재와유곡가아때야때그르노데시오크크고작은모든일들이예고없이우리삶가운데서부딪혀오고있어요。大きい小さいことが予告なしに私の人生にやってくるものなんです。근데성경에보면예수님이이렇게말씀하십니다。しかし聖書でイエス様はこのようにおっしゃっています。예수님다시오실때도예고없이오신다고했어요。イエス様が再び来られるその日も予告なしにやってくる。도적같이오겠다고표현하셨어요。ぬすびとのようにくるっとおっしゃったんです。그때올그시와때를아무도모른다고했어요。その時日にちは誰も知らないとおっしゃいました。그런데또고린도전서15장51절을보면이렇게말씀하십니다。また고린도비트의手紙15章51節にはこう書いてあります。마지막나팔그때에우리도후련히갑자기우리몸이변하리라라고했습니다。そのラッパとともに私たちの体もたちまちたちまち変えられると書いてあります。예고없이모든일들은일어납니다。予告なしに全ては起きるということなんです。네세상에많은사람들은어떻게사냐면でも世の多くの人々はどういうふうに生きているんでしょうか。사람은죽는것이당연하지。人は死ぬということは当たり前だ。그런데그죽음이지금나와상관이없다라고생각하면서산다는것입니다。しかしその死と自分とは関係がないかのように生きているんです。근데오늘성경에보면하나님은우리인생은안개와같다라고말씀하십니다。しかし主は今日の聖書として私たちは霧のような存在だと。많은사람들이자기인생이라고하는그안개가거치는그때를
을생각하지않고살아갑니다多くの人々が塵のように消えてしまう自分の人生のことを考えずに生きているんです그래서많은사람들이죽음뒤에있는영원한생명을준비하지못하면서살아갑니다ですから多くの人々は死んだ後の永遠の命のことを準備せずに生きているんです그영원한생명을주시는예수님보다지금당장먹고마시고입어야될세상것을보면서살아갑니다永遠の命をくださるイエス様よりも今すぐ生活、食べる、着る、飲むそのことに捉えられて生きているんです당장내피부적으로내육체적으로느껴지는그것없으면큰일나는줄알고그것을위해서살아갑니다今実際現実的に自分に肌に触れる感じれるそのものがなければ生きられないかのように思って生きているんです안개는잠시있다가해가뜨면사라지는것이안개입니다霧というのはしばらくの間現れて日が昇ったら消えてしまうのが霧なんです하나님은이땅에서우리인생이그러하다했습니다私たちの人生がまるで霧のようだとおっしゃってるんです저와여러분들은항상죽음뒤에있는영원한생명을준비하면서살수있기를주님의이름으로축원합니다私と皆さんは死後にあるその永遠の命を備えながら生きることを主の皆によって祝福します그렇다고내가좀있으면죽는거아닐까だと言って私はもうすぐもう死んでしまうんじゃないか우리애들은괜찮은건가我が子供は大丈夫なんだろうか나는살수있을까明日私はもう生きているんだろうか이렇게살라고말씀드리는것이아니こういうな意味で皆さんに語ってるわけではありません우리가왜죽음뒤에영원한생명을준비하면서살아야되냐면なぜ死後の永遠の命を備えながら準備しながらいけなければならないんでしょうか죽음뒤에영원한생명을준비하는사람들은死後の永遠の命を準備する人は하루를같이있게살아갑니다一日一日を価値あるものにして生きるからなんです죽음뒤에있는영원한생명을준비하는사람들은死後の永遠の命を準備する人々は이땅에소망을두고살아가는것이아니라하늘에소망을두고살아갑니다この地上に望みを置くんじゃなくて天に望みを置いて生きるものです시편에서말씀하시는것처럼시행に書いてあるように너희는땅에소망을두지말고하늘에소망을두라그말씀대로살아갑니다あなたはこの地上に望みを置かずに天に望みを置いて生きなさい이땅에는영원하지않기때문인것이죠この世というのは永遠のものではないからです예수님이영원한우리의처소를준비하고계신다고하셨기때문입니다이사마는永遠の私のために住まいを備えに行ったとおっしゃいました죽음뒤에영원한생명을준비하는사람들은死後の永遠の命を備える準備する人は、イエス様が함께살아가기때문에그렇습니다。イエス様と共に生きることができるからです。여러분、우리가세상에살면서세상것이필요없다고말씀드리는것이아닙니다。皆さん、私たちがこの世の中に生きているのに、世のものはいらないというのではありません。필요한것、하나님이먼저하신다고하셨습니다。しかし私たちの必要なものは天に父なる神様が先にすべて知っておられると書いてあります。우리가하나님과함께있을때、イエス主と私たちが共にいるときに、하나님은채워주실줄믿습니다주가마시구하에때믿으시되사르고또신지마시오우리들이해야될것은私たちがすべきことは성경에서말씀하시는것처럼聖書の言葉が書いてあるように무엇을먹을까무엇을마실까무엇을입을까를걱정하는것이아니라何を食べようか何を飲もうか何を着ようかを心配するのではなく안개와같이거치는내인생이끝나고지리는ような自分の人生が消えてしまい우리가우리에게있어야될영원한생명을준비하면서살아야되는것이중요한줄믿습니다そのことを思い私たちに必要な死後の永遠の命のために準備しながら生きなければならないんです그러기위해서예수님이이땅에오셨고そのことのためにイエス様が来られたんです그러기위해서우리위해서십자가에달리셨습니다その永遠の命のために十字架にかかってくださったんです저와여러분들은私と皆さんは언젠가반드시우리의인생이라고하는안생안개가거치는그때가올것입니다いつか霧のように消えてしまう私の人生を迎えるその時が必ず来ます그때나에게준비되어있는その時私自分に準備されている영원한생명을위해서永遠の命のために내게오늘주어진이귀한하루하루이시간시간들今私に与えられている그大切な一日一日時間を성령님과함께살아갈수있기를주님의이름으로축원합니다세례様と共に歩むことを主の皆によって祝福します세상사람들과똑같이世の人々と同じく내게주어진이시간들을私与えられたこの時間をちょっと먹을것을위해서ただ食べることのためにちょっと갖기위해서もっと手に入れたいからちょっと편하게살기위해서もっと楽に暮らしたいからちょっと넓은곳에살기위해서もっと白い楽なところで住みたいから그것을위해서내게주어진시간들을사용할것이아니라そのことのために与えられた時間を使うんじゃなくて그것보다더중요한それよりもはるかに大切な천국
국의 내 처사를 위해서 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 天国にいる 私の 住まいの ために 生きる ことを 祝福します. 죽음 뒤에 영원한 생명을 준비하면서 살아가는 사람들은 死後の 영원한 命を 준비しながら 生きる 人は 전에도 말씀드렸던 것처럼 先日も 述べた ように 급한 것을 하면서 살아가면 먼저 하는 것을 살아가는 것이 아니라 今 急ぐ ことを 優先 する のでは ありません. 중요한 것을 먼저 하면서 살아가게 되어 있습니다. 중요한 것도 選んで その 것도 먼저 行うんです. 바로 그렇게 살아가는 저와 여러분 될 수 있기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 중요한 것도 사건이 する ものに なる ことを 주님의 이름으로 祝福します. 안개와 같은 인생을 살면서 지리는 ような 私たちの 인생을 生きています. 우리들이 해야 될 것은 私たちが しなければ ならない ことは 반드시 찾아올 그 죽음 뒤에 영원한 생명을 준비하면서 살아야 되는 줄 믿습니다. 반드시 やってくる 死後の 영원한 命을 준비しながら 生きなければならない ことを 信じましょう. 준비된 자들. 준비された もの. 언제라도 주님 오실 때, 주님 부르실 때 영원한 생명이 내게 있을 수 있는 자들. いつ主が来られるか, いつ呼ばれるか, 영원한 命が 私たちに ある. そのため 준비して ある ものは 성경에 그런 사람들을 믿음의 사람이라고 말하고 こういう人は信仰者と書いてあります. 복된 자라고 말씀하고 幸いな人だと書いてあります. 바로 저와 여러분들이 私と皆さんが 성경에서 말씀하신 聖書に書いてある 믿음의 사람들 信仰者 진정 복된 자들 될 수 있기를 誠に幸いな人になることを 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다. 주 예수 그리스도 이름으로 祝福します. 기도하시겠습니다. 자, 오늘이します. 살아서 역사하시는 전능하신 하나님 아버지 生きておられ働かれる善なる神様 우리에게 허락된 하루하루를 私たちに許されている一日一日を 세상 것만을 위해서 살지 않게 하시고 この世のもののために生きるのではなくて 나 위에 십자가에 달리신 私のために十字架にかかりにかけられた 나 위에 영원한 생명을 준비하신 私のために永遠の命を備えておられる 예수님을 위해서 살게 하옵소서 イエス様のために生きるようにしてください 안개와 같은 인생을 살면서 지리のような人生を生きています 중요한 것부터 하면서 살아가는 우리 모두가 되게 하옵소서 もっとも重要なことを行いながら生きられますように 주님이 준비하신 영원한 생명 主が備えておられる永遠の命 그 영원한 생명이 우리 모두에게 있기를 소원하나이다. 선에인의 지가 우리たち一人一人に ありますように. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 감사시 예수 그리스도의 이름으로 오늘이시마멘.